ペルーサは日本の競争馬。主な勝ち倉は2010年の青馬賞。また、JRA 史上最長勝利感覚記録を保持している馬でもある。名前の由来はアルゼンチンの元サッカー選手、ディエゴ・マラドーナの愛称から取った。2004年の JRA 少年度代表馬、ゼンノ・ロブロイの初年度産区である。2007年のセレクトセール搭載にて1億円で落札された。 この価格は当日上場していた全ロロブロイ産区の中で最高価格であり、当日のセクション全体でも9番目に高額となる価格であった。藤沢和夫もこの日上場された全ロロブロイ産区のうち、この幼馬を最も高く評価していた。なお、最初はダート向きの馬と思われていた。11月29日、東京競馬場の新馬線、芝2000メートルで、 父前のロブロイにも騎乗経験のある横山範博を安城にデビュー。一番人気に応えてデビュー戦を勝利で飾った。二戦目は2月13日、新馬戦と同じ東京芝2000メートルの500万、下条件戦で、ここでも一番人気に応えて中段から抜け出し、二勝目を上げた。三戦目は阪神の若葉ステークスに出走。 このレースではデビューからの2戦で騎乗した横山のりひろが同日のフラワーカップでサンテミリオンに騎乗するため安藤勝美が騎乗した。2番人気だったが、後にサ月賞2着となった1番人気のヒルノダムールとの競り合いを制して3勝目を挙げ、サ月賞の優先出走権を獲得。しかし、主戦の横山が中山は直線が短いので、 不向きと進言したことと、道中の走りにもたもたするところがあることから、サツキ賞を回避し、日本ダービートライアルの青葉賞に出走した。ここでも一番人気に支持され、二着のトゥザグローリーに四場審査の圧勝で重賞初制覇、四戦全勝で日本ダービーへ向かうことになった。前日発売では一番人気、当日は、 最終的に2番人気で迎えたダービーはスタートで出遅れ後方から追走。3コーナーでまくり気味に進出し中段まで取り付いたが流れが向かなかったこともあってか直線で伸びきれず6着に敗れた。レース後は放牧に出され一時登録をしていた外線門賞への出走は断念した。秋は菊花賞ではなく天皇賞を目標に毎日王冠からの指導。 それまで主戦を務めていた横山のりひろが落馬負傷したため若葉ステークス以来となる安藤克美に乗り換わってのレースとなったがスタートでので遅れが響いて固着に終わった日本ダービー以降約半年の間質遅れ癖に悩まされることとなったがその克服のためにウォーターアトレットミルなどを活用して調教を行ったがレース当日は安藤曰く以前乗った時より テンションが高かった。天皇賞でも横山のりの怪我の回復が遅れたため引き続き安藤勝美が騎乗することが決まった。2戦続けてのゲートで遅れに陣営は中2周で何とかすると騎乗予定の安藤を呼び寄せ異例のゲート練習を徹底。安藤自身も付き合い方を変えるよ。厳しく怒った方がいいと厳しく調教し、藤沢も馬の方は ベテランジョッキーに見抜かれたなと思っているんじゃないかと満足したものの天皇賞でもスタートでも立つ気候方から追う展開となり最後の直線で残り200メートルあたりから鋭い追い込み足を見せたがブエナビスタに2馬身届かず2着上がり3ハロンは全体で2番目の上がりを記録したブエナビスタをさらに0.5秒上回る33.6秒を記録しており 改めてその素足の威力を示す結果となったものの、3戦連続の出遅れに、陣営は気落ちした。なおこのレースで、ワールドサラブレッドランキングにおいて120ポンドのレーティングを与えられ、陣営は次にジャパンカップへ、安藤勝美機場での出走を決めた。ここでも安藤が駆けつけ中間はスタートが良くない、対策としてゲート練習を重ねたり、 鹿かと唯一調教思考案のバグで強制したりしてきた。練習では問題なくクリアしていたのだが、レースになるとゲート入りを嫌い安城の安藤に怒鳴られた挙句に尻尾を掴まれて無理やりゲート入りさせられるなど落ち着きのなさを露呈。挙句にまたもスタートでもたつき後方の競馬を余儀なくされメンバー中1位の上がりを記録するも5着に終わった。陣営は次に、 ゲートが心元ない。良くなる兆しがなければ使わないかもという藤沢の条件付きで有馬記念出走を決定。この時には主戦の横山則りは怪我から復帰しており、ペルーサの気乗に意欲を示していたが、陣営は引き続き安藤勝美に気乗を委ねる。ここでも安藤が駆けつけさらなるスタート練習の成果と偶数枠に入ったこともあって、好スタートを決めると、 序盤から先行集団に取り付いていく積極的なレースを展開。後半伸びきれずにレースは4着に終わったものの課題のスタートの克服に成果が見られたことで今後に向けての大きな手応えを得た。横山のりひが主戦に復帰。明け4歳の初戦は4月2日、3月11日の東日本大震災の影響で阪神で大体開催された日経賞。 集団を追走し直線で外から猛追したが、トゥザグローリーの2着。天皇賞は当初デーナが流動的だったものの最終的に出走。後位追走も直線で伸びきれず8着に敗れた。宝塚記念を回避の後、秋は天皇賞での疲れが抜けきってなかったことと、有馬記念までの連戦を想定して、ステップレースとして予定していた毎日王冠を使わず、天皇賞に出走。 藤沢和は開催日の10月30日が馬名由来元のマラドーナの誕生日ということもあってマスコミに客質問するほど追い切りに満足していたが当日は後方を追走し直線で大外から追い込んだものの当選上段の3着続くジャパンカップでは中段追走も直線で伸びず最下位16着に敗れた第56回有馬記念では横山のりが 起乗停止のため1年ぶりに安藤勝美が起乗する予定だったが12月22日の追い切りを済ませた翌日の23日夕方歩み様に異常が見られ検査の結果左前座席のため出走取り消しとなったなお故障したのは左前足だが右前足急接の故障と報じるメディアもあった明け5歳の初戦は1月28日の白富士ステークス 最後方からレースを進め、直線で馬場の真ん中を通って追い込むも届かず2着となった。その後、短期免許で来日するケントデザームを安城に迎えて4月1日の大阪杯に出走するプランが立てられたが、体調が整わず回避。間を置いて6月3日の安田記念に出走、中段に位置するも、直線では全く伸びず18着と、しんがり負けした。休養の後、 2013年も白富士ステークスからの指導を予定していたが、見保に気球後に全命症を患っていることが判明して手術を行った。術後は2ヶ月程度の休養でレースに復帰できると見られていたが、2013年中にもう一度手術を行われている。藤沢和は安田記念の大敗の原因を全命症に求めている。二度にわたる全名症手術の後、 2014年は2月1日の白富士ステークスで戦列復帰するもエアソミュールの12着に終わり以降も着順掲示板に乗らない敗戦が続いた2015年の初戦は長距離に乗ったグレゴリー・ブノワの震源で1月4日の中山金牌から始動その後両馬のルルーシュ及びスーパームーンと共にロイヤル・アスコット開催に遠征する予定の天皇商馬 スピルバーグの大道画として都営が計画され、開催最終日6月20日のハードウィックステイクスに登録されたが、出国直前で都営は取りやめとなった。2年連続参戦となったエプソムカップを使った後、夏は北海道シリーズを転戦。7月5日、函館競馬場の友江賞を経て、安城にクリストフルメールを迎えて8月8日の 札幌競馬場の札幌日経オープンに出走。道中、一周目は逃げた玉モベストプレーをマークする形で進み、二周目半ばから先頭を奪うとそのまま押し切り、玉モベストプレーなどの追撃を振り切って2分38秒7のレコードタイムで青馬賞以来の勝利を果たした。5年3ヶ月8日ぶりの勝利は、アドマイアセナの5年2ヶ月16日の記録を約1。 1> 1ヶ月更新する JRA 史上最長勝利感覚の新記録となった。しかし、その後は惨敗が続き2016年7月1日付で競争場登録を抹消された。引退後はアロースタットで種ボバとなる。2017年よりアロースタットにて種ボバ生活を開始する。2018年に初年度産区が誕生。2020年に産区がデビュー。 2020年9月17日の門別競馬場2歳、未勝利戦でラペルーズが勝利し、3区の初勝利を挙げた。2020年の種付けシーズン終了後に種ボバを引退。同年10月29日に、北海道札幌市のモモセライディングファームへ移動した。ありがとうございます。